な怪しい彼女主演の多部未華子さんです。ようこそいらっしゃいました、めちゃ可愛いって声聞こえました。多部未華子さん、今日はここ名古屋市公会堂、長い行列ができてましたね。一番前に並んだ方、朝9時からお並びいただいて、9時間半待ってようやく今多部未華子さんでございます。名古屋のファンの皆さんに一言お願いいたします。皆さんこんばんは。多部未華子です。今日はお忙しい中、なんか雨も降ってるようで、ありがとうございます。今日は楽しんで見ていってください。ありがとうございました。映画怪しい彼女なんですけれども、これ見た目は20歳、中身は73歳という異色のヒロイン、これを演じられた多部さんなんですけれども、まずこれから映画をご覧になる皆さんに、はい、役作りで大変だったことからお話しいただきたいんですが、この映画はやはり歌のシーンが何度もあって、すごく肝になるシーンなので、そこは大変でしたけど、大事なシーンなので頑張りました。これが歌のシーンが、私事前に見ましたけど素晴らしいんですよ。本当に素晴らしいんです。多分これね、映画上演の後の舞台挨拶だったら、もう立ってみたいなことになっても収拾つかなくなると思いますけども、私は本当にそう思ったんですけど、3ヶ月の特訓を受けたとお伺いしましたけれども、どんな感じの特訓だったんですか？そうですね、本当にこうストレッチから始まって、もう本当に基本的なことを教えていただいて、あとはその映画の中で4曲歌うんですけど、その課題曲をひたすら歌うという。もともとどうなんですか、歌はお好きで、カラオケなどはどうなんでしょう？カラオケは好きなんですけど、やっぱりでもこうお金を払って見ていただくほどの技量はないので、そこはだから本当に今でも不安というか、まあ出来上がっちゃってるのであれなんですけど、今でも不安です。出来上がっちゃってますよね。今からすぐ見ていただくんですけれども、で役の中とはいえね、大きなステージで満場のお客さんの前で歌うシーン、圧巻のシーンがありましたけれども、どうでした、やってる時の気分というのは？まあそうですね、いい疑似体験を、アーティストの方はいつもこういうふうに、ファンの方からこう声援をもらって歌声を届けているんだなと、いい疑似体験をしましたけど、なんていうんですかね、あそこのシーンは、見ていただいたら分かると思うんですけど、こうすごい楽しいっていう心境でもないシーンなので、なんかいろんな気持ちを持って臨みました。ぜひそのいろんな気持ちというのを皆さんで、させていただきながらご覧いただきたいと思うんですけれども、さて同一人物を演じるという形の、ベテラン女優の倍賞美津子さん、倍賞美津子さんとは役に関して何か話はされたんですか？同一人物なんですよね。そうですね、事前に監督と3人でお話しする機会をいただいて、なんていうんですかね、こう共通の意識をお互い持っていようねっていうことで、共通の意識を持っていようと、はい、こう繊細孤児だったので、逃げ足が早いだろうねとか、すごく貧しい時代に生きてきてるから、一つのものに対して愛情深いというか、すごく物であったり人であったりしても、こう愛が深い人だろうねとか、そういうお話はしました。こういうふうなはずだっていうことをきちっとお互い共通認識を持って、そうですね、それがこうどういうふうに動きに出てるとかは言えないんですけど、意識の中ではそういう意識を常に外相さんも持っていらっしゃったと思うし、私もそういう意識を持って
同一人物ですからね、同時に出てこないということで、はい、安倍さん主演の映画ってなかなかこんなに、あれいつ出てくるんだろうっていう楽しみっていうのがまたね、面白いところだと思いますけどもね、はい、皆さんそのあたりも楽しみにしていただきたいと思うんですが、さて、もしも、はい、この映画の一つのテーマであります、大きなテーマであります、人生をリスタートできるとしたらですよ、多部未華子さんは何歳に戻って何をやりたいですか？10代に戻ってアルバイトをしてみたいです。アルバイトしてみたい、はい、もしかしてアルバイトのご経験がしたことなくって。あ、そうですか。そうなんですよ、してみたいです。例えば何っていうのありますかね。図書館のアルバイト、静かなところで働きたいですか？本読むのが好きで、本でも本屋さんだと、はい、あのカバーかけなきゃいけないじゃないですか。それができないからそれできないですか？できないですね。あ、そうです。できないです、絶対できないです。それが本屋さんよりも図書館で、図書館は、はい、なんかこう後ろにバーコードみたいなのが、はい、そうですね、ピッてするイメージすみません。できれば労力を伴わない仕事にしたいと。カバーはちょっとで、空いた時間に本が読めればあ、そうです、はい、ありがとうございます。アルバイトをしてみたいということなんです。あの怪しい彼女というタイトルなんですけれども、共演者の中でね、いろんな共演者の方がいらっしゃいまして、実力派ぞろいの中、あえてですね、怪しい共演者を選ぶとすると誰でしょうね。かなめさんです。かなめじゅんさんです。かなめじゅんさんは怪しいんですか？その理由は怪しいんですよ、なんか怪しいんですか、あの人。いや、私お会いしたことないあ、なんかあの私2度目の共演で、はいはい、まあ本作の方がすごくあの劇中でもこうポンポンやり取りをする関係性、前の作品はそんなこともなくて、今回は本当にこんなにいい人だったっけなって思うぐらいいい人だったんですよ、現場で。あ、別に前の時も何かされたわけじゃないんですけど、なんか、ま、役もものすごくイケメンの音楽プロデューサーという設定だったので、はい、それ相乗効果ですかね、なんか、なんか要さんがすごく素敵に見えて、素敵すぎて、なんか前はそんなことなかったのに、なかったのにそんなことなかったのに超失礼覚えで超失礼って言うとリアルですねで、怪しい、でもすっごい素敵な音楽プロデューサーを演じてそうですね、ぜひそのあたりをね、ご覧いただきたいと思います。きっと皆さんのこう心に触れるシーンだったりお話だと思うので、ぜひ、笑って楽しんで、見てください。なんだったらじゃあツイッターとかに感想を載っけていただければ、じゃあ私が検索して読みますから多分ね、そうですか、いい情報ですけども、最後の小声の多分が余分だったじゃないですか。それぐらいこう、文字に起こしたくなるぐらい、なんかこう心を揺さぶられたら嬉しいなと思います。本当に本日はお忙しい中、ありがとうございました。楽しんで。どうもありがとうございました。ね、ぜひツイッターの方もね、皆さんご覧になるということで、はい、どうもありがとうございました。映画怪しい彼女主演、多部未華子さんでした。大きな拍手をお願いします。